6月10日夕方、雨、桑の実が食べられないカルガモのひなたち。お腹が空いた。傘を打つ雨音が収録されています。寸根のところで行き違うところです。カルガモたちは戻ってきました。桑の木があります。ママは桑の実を食べています。ママはしきりに催事していますが、ひなたちが取れる食べ物がないようです。ママは戻ります。前と同じ場所です。前と同じように、ママはしきりに催事していますが、ひなたちが取れる食べ物が少ないようです。下流に移動しましたが、食べ物の状況は変わりません。雨に打たれながら休憩。桑の実を拾っていますが、接触していません。桑の実を拾っています。桑の実を拾っています。桑の実を拾いましたが、接触していません。桑の実を拾いますが、接触していません。桑の実を加えています。実を離してしまう。ママは草むらに上がります。ママは草むらをしています。お腹が空いているひなたちは食べ物を探しています。漏水がひなたちに及ぼす影響。1、急流箇所が増えて移動時の危険の増大。2、催事場所の減少および催事量の減少。気づいたこと。カルガモのひなは桑の実を拾うことはできたが、接触しなかった。